ヤクザ社会における彼らの独特な文化、特に直接目は謝罪と責任の象徴的行為である。秋を切断することは蜂を返した時の塩素な決議を示すものであり、この興味を通じて壁の将棋を伝えるという意図が込められている。だが最近直接目に変化の消しが見え始めている。特に健康保険制度との関連で特典のルールが寮内容疑者がガラシを切断しながらも健康保険を使用して医療を受けたことが問題視されたのは衝撃的だった。この事件は意図的な服従に対して医療費の自己負担が求められるという新たな解釈を示している。今後直接目興味が保険対象外となる中で、ヤクザはその伝統的な興味に意義を見出し続けられるのだろうか。また直接目の興味自体がこれまでに比べて形骸化しているとの声もある。厳しい社会制裁の中でヤクザ同士の権利闘争や経済的な圧力がこうした伝統的な習慣に殻を落としている。過去の昭和や義理を重んじる文化に対し現代の若者たちはどのように反応しているのか、その中で従来の文化は徐々に消えていくのかもしれない。一方で警察はこの文化を絶対に組織しようとしている。彼らの目に留まる行動が暴力団にとっては大きなしかせとなる。夜内容疑者が直接召した警備や投機が問い詰められている現状は警察の厳しい取り締まりを象徴している。このような動きがヤクザ社会にどのような影響を与えるのか注目が集まっている。今後直接目の文化はどこへ向かうのか、または完全に消失してしまうのか、それは時代交代や社会の変化への使用によって大きく左右されるだろう。ヤクザの歴史が長く続いているとはいえ、時代の変遷とともにその子は変わり続けている。何よりも我々が主識すべきはこの文化がどのような形で存続し変容を遂げるのかということである。